ちょっとね、笑いながらやる話じゃないので難しい顔になりますが、参政党という政党が、あります。1年半前の参議院選挙で、2% 以上の票を獲得してですね、政治に参加する党ということで、神谷宗平というですね、本当に悪人が、参議院議員になっています。今から1ヶ月ほど前に、この神谷宗平の公設秘書の女性の方がていたということで、平岡かりんさんのお母さんが亡くなりました。平岡かりんさんがネット上で公開しましたと、発表したということで、もう本当にとんでもないやつですよこいつは。嘘の塊でですね、こいつを当選させたこと、参政党を協力したことについて、いわゆるゴレンジャーとかっていう言い方をしてましたけども、武田邦彦先生であったり吉野何がしかなと、赤尾由美さんという人がもう神谷宗平のことをボロクソ言ってます。この神谷宗平の元公設秘書、元って言っても去年の9月か10月までは神谷宗平の参議院議員の公設秘書だったんですね。その女性がしていると。で、その原因について公設秘書のお嬢さんがですね、ネット上で書いていて、もう二度と神谷宗平とは関わりたくない、つまり、自分の母親の原因が神谷宗平にあったというような内容のことを書いていて、こいつはもうようわからんみたいなことを言ってます。もうとにかくね、とんでもないやつなんで、もちろん参政党の中はぐっちゃぐちゃになってます。瀬尾さんっていうね、人も神谷宗平と一緒に株式会社作りましたけど、瀬尾さんももうこれは強く批判していますし、武田邦彦先生はですね、涙ながらにですね、自分が特攻になれなかったというところで反省の弁を述べています。このされた方とも、武田邦彦先生は実行にされたようですし、赤尾由美さんも相当仲良くされてたようですけども、この神谷宗平によって、が原因で、亡くなってしまったということで、娘さんはそのように考えている、周りの人たちもそのように考えていると。で、ここについては今元ですね、参政党の人とかいろんな人がもう、学び場っていう人ですかね、参政党の味方をした人とか、あと僕が一回ズームかなんかで話したことありますけども、オーストラリアの人とかですね、元々新かっちゃんチャンネルかな、もう参政党を応援した人たちがどんどんもう参政党の敵っていうか反対派に回ってます。私はこの参政党の問題は一昨年のそれこそ7月から神谷宗平が参議院になった後からすぐに言及していましたよね。僕は悪いやつを見つける能力って結構高いですよ。だっておかしなこと言ってるんだもん。だいたいお金を追いかけていったらその人が悪いことをしてるかどうかって分かります。彼は月1000円とか月4000円とかお金を取ってですね、1000円と4000円の違いすら説明できなかった。納得できない人が返金要求したら返すと言ったり、お金を、ね、返すんですかって言ったら返すと言ったり、返さなくてないとか言ったりですね、とにかくこいつはもうとんでもない悪人ですので、でこいつがですね、僕を訴えてきて、僕は東京地検特捜部にまで呼ばれました。で、なんで呼ばれたかっていうと、参政党は統一教会のような危険な組織であるって言ったことが名誉損だって言ってきたんですが、もちろんこれは私の言っていることは、真実あるいは真実相当性があるということで、東京地検特捜部がこれについては不起訴処分にしています。それぐらい僕は前から命がけでこの参政党や特に神谷宗平というのは、参政党というのが危険な組織であると、特にその神谷宗平というのは危険な人物であるということはもう1年半前から言っていますので、そこはね、私自身がジャニーズも大問題だし、吉本興業だって松本人志も悪いって言ったじゃないですか。もちろんその前にもともと NHK だって信用できない、とんでもない、こいつらこそ反社とつながってる組織だよ、僕がちゃんと予言した人たち組織っていうのはとんでもない人っていうのは皆さんお分かりいただけてると思います。参政党から寝返った人というか、参政党からまさに目覚めた人ですね。まさにおはようございますです。参政党の、ね、人たちはこの日本の裏側を知らないことを気づいた人に対しておはようございますと言ってますけども、逆に今参政党の実態を知ってしまった人に対しては僕の方からおはようございますとお声掛けさせていただきたいと思います。あなたたちはこの神谷宗平のとんでもないことについて悪行に加担してきたんですよ。それを反省して武田邦彦教授はいろいろと11月12月、参政党の悪事、特に神谷宗平の悪事について語ってこられましたが、それによって板挟みになった人が
してしまったということで、すごく反省し後悔もされていると感じます。武田邦彦先生はそれまで神谷さんと言っていましたけども、この時期が表になってからもう神谷と呼び捨てにしてますね。まず当たり前ですよ。もうこんなやつにさんなんかつけることないです。神谷総平、神谷で十分です。これまで参政党で活動してた方はですね、ぜひ返金要求してください。参政党に金返せと。これね、お金の問題じゃない人多いんですが、お金で白黒つけないとどうしようもできないんですよ。松本人志の汚名だって5億5000万払えっていう裁判してますよね。要はお金を払える、返してもらえるかもらえないかで参政党が悪の組織かどうかっていうのが分かりますから、参政党と今裁判をされている方18名元参政党の党員の方が、藤村明子さんを含め18人の方が今参政党相手に裁判しています。この裁判、もう参政党は逃げまくってます。防戦一方です。規約を出してこない、自分たちで作った規約をね、裁判の証拠として出してこないようなやつらですよ。あとそのね、NHK 党がとか立花が参政党に裁判負けたっていうルフされてますけども、これは、正確に言うと裁判負けたんじゃなくて裁判してくれてないんですよ。代表者が大津彩香という人物がですね、居座ってるために斉藤健一郎という名前で裁判できないだけでね、これ代表権裁判ちゃんと決着ついて斉藤健一郎が代表者になればまたもう一度ね、参政党を訴えるということになりますから、白黒ついてません。負けてないです。大津彩香というとんでもないやつのおかげでですね、参政党の追及もちゃんとできてないということになります。ちょっとまあ怖い話ですけども、とにかく参政党でこれまでお金を払っている人たちは参政党に対して返金要求をしてください。わからない場合は私の携帯に下の方に書いてありますので、お電話いただければ、参政党に今まで払ったお金返せと、公序良俗に反するじゃないか、規約違反じゃないか、政治に参加するとか書いて参政党ってかやっときながらね、何が賛成なんだと。党員に対して全然ね、党大会にも出させない、代表者を選ぶ選挙権もない、投票権もない、ありえないじゃないですか。賛成党の元党員の方々、今賛成党にいる方も返金してください、返金請求してください、金返せっていうことを言ってください。まだ賛成党を信じてですね、神谷総平の元についていってる人たちはあなたたちも同罪ですよ。今お一人の方亡くなられましたけども、これから何人亡くなるかも分かりません。本当にとんでもない奴らですよ。人ですよこいつ、神谷総平って。平気で嘘をついて、平気で人を殺して、人が死んだとしても平気でね、街頭に行ってね、涙一つ見せずにやってるようなやつです。嘘ついてるんですよ。彼の言ってることは立派ですよ。言うだけじゃないですか。でやりもしない。私はちゃんと NHK 問題やってますよね。NHK の集金に昨年の9月末をもって止まりましたよね。 NHK から訴えられてる人ってほとんど今いないんですよ。訴えられた人も我々が私の方でお金払います。 NHK の予算7000億から5000億台に下がってます。1000何百億下がってます。減ってますよ。やってますよ。言うだけじゃなくてやってます。こいつ何やったんですか。理想の日本とかって言っときながらね、小さいことにこだわらずに大きなことを見ろみたいなこと言ってるじゃないですか。もうこいつのために参政党を作ってですね、こいつだけが愛人をたくさんの女性を囲ってですねやっていく、もうとんでもないやつです。こいつしっかりと覚えておいてください。こいつらを徹底的に叩きます。 NHK を復興は